それではただいまから、市長の記者会見の方を始めさせていただきます。おはようございます。おはようございます。本日の記者会見、発表項目も多々ありますので、随時進めさせていただきます。よろしくお願いいたします。着座にて失礼いたします。まず震災の発災からこれで9ヶ月が経過いたしました。また先月21日にはですね、能登半島を記録的な大雨が襲い、石川県において、まさに震災の被災地がダブルパンチを食らうというような大変大きな大きな被害が出、またお亡くなりになられた方々も多数おられます。心から哀悼の意を表しますとともに、被害に遭われた方々に心からお見舞いを申し上げる次第であります。本市といたしましては、県緊急消防救助隊として消防職員を9月の21日から30日まで延べ64名を派遣をさせていただきました。また水道職員に関しましては、9月の30日から10月3日まで2名を派遣し、給水支援活動等を行ってまいりました。さて、本市では能登半島地震からの復旧復興を一日も早く進めるべく、下水道等の復旧工事を効率的に進めていくために、工事区間沿線の方々の一時的な仮住まいといたしまして、市独自に復旧工事推進住宅を準備させていただいているところであります。この度、伏木地区でまとまった空室のある民間住宅、集合住宅を対象として調整を進めてまいりましたが、伏木八田上町、また伏木駅周辺におきまして40戸を確保することの見込みが立ちました。今月中には復旧に向けた現地作業が始まってまいります。工事区間沿線にお住まいの方々にはご理解とご協力を得た上で、一日も早く復旧復興が進めるよう工事の方を邁進してまいります。2点目でありますが、本市で作成をさせていただきました中岡市震災復興計画に関しまして、それにのっとって被災者支援、また道路、上下水道等の公共インフラの復旧に取り組んでいるところでありますが、策定から半年が経過いたしましたことから、これまでに実施した住宅修理、宅地復旧等の支援策の追加や、公費解体等の各種申請期間の延長、各種取り組みの進捗状況などを反映して、9月の30日に時点修正をさせていただき、ホームページで掲載をさせていただきました。3点目でありますが、本市では被災された方々の日常生活を取り戻すため、住宅修理や宅地復旧の支援と並行して、将来の備えといたしまして、液状化防止対策の調査を進めております。特に被害の大きかった伏木、吉久、横田の3地区におきまして、5月から地盤調査に着手し、液状化対策アドバイザーの助言を賜りながら、被災要因の分析や再液状化の可能性の確認、候補となる対策候補を検討し、先般中間報告としておまとめさせていただいたところであります。この中間報告でありますが、10月中と予定として皆様方にもお伝えをしておりましたが、少しでも早く市民の方々にお伝えしたいという思いから、9月の30日に前倒しをさせていただきまして、市ホームページに掲載をしたところであります。今後はこの中間報告にのっとり、さらに詳細な追加調査を行い、それぞれの地区に合った有効な工法を検討してまいる所存であります。4点目であります。被災されました事業者に対しまして、これまで早期の事業再開や事業継続に向けて、国や県の各種支援に合わせて本市独自の支援策を展開してきたところであります。具体的には、富山県のなりわい再建支援事業の対象とならない設備投資等への支援や、特に被害の大きかった伏木、吉久地区で移転、新規開業に向けた支援を拡充するなど、さまざまな支援策を講じてきたところであります。しかしながら、本格的な復旧に相当の時間を要する事業者も存在していることを認識しておりまして、今後も各事業者の復旧・復興のペースに柔軟に対応し、継続的な支援を展開するため、一部の支援制度につきまして補助対象期間を延長することといたしました。なお、先ほど申し上げました震災復興計画の変更や液状化対策の中間報告につきましては、10月の1日に市民向けに LINE にて配信をさせていただきました。今後も適時適切に広く市民にもお伝えしてまいりたいと考えております。以上が震災関係であります。次に、本市が進めている施策等についてお話をさせていただきます。
まずは子ども誰でも通園制度の施行的事業についてであります。本年11月から本市におきまして、子ども誰でも通園制度施行的事業を富山県内で初めて実施をさせていただきます。10月の1日から利用者等の募集を開始させていただいております。今後とも子育て家庭のニーズに応じた支援に取り組んでいくとともに、この新たな取り組みに関しまして市民のニーズ等もしっかりと把握をさせていただき、本格実施に向けたいろんなお話を聞かせていただき、本格実施を迎えてまいりたいと考えております。現在10月の1日、2日、この2日間におきまして申し込み件数でありますが、現在5件、お問い合わせ等をいただいております。関心の高い事業であることが十分に分かることかと思っております。次に、電子契約の実施開始についてであります。こちらはどこでも市役所シリーズ第14弾といたしまして、10月から電子契約システムの導入を開始した関西契約課および上下水道局総務課において、工事請負および工事設計業務が対象となりますが、入札広告または指名通知書に電子契約ができるというこういったことをご案内させていただきます。これによりまして事業者は市役所へ来庁することなく入札から契約までが行うことができます。紙の契約書では収入印紙が必要となっておりましたが、電子契約では不要となり経費の節減にもつながることであります。で、次にこちらポスターも掲示させていただいておりますが、高岡万葉祭りについてであります。万葉集の代表的な歌人でもあります大友のやかもち公が越中国主として5年間赴任した土地でありますことから、この万葉のふるさとづくりに取り組んでおり、そのメインイベントとも言いますこの高岡万葉のふるさと高岡を代表する高岡万葉祭りがいよいよ明日から4日間、3日間にわたって開催をいたします。今回も万葉集全4516首をリレー方式による朗唱でありますとか、さまざまな催しを用意しております。特に今回は震災を受けての開催であります。五条公園でも被害が出ました。またこの後報告をさせていただきます五条公園の景観再生プロジェクトと五条公園等もですね、さまざまな動きがあり、市民の皆様に見ていただいて震災の被害の状況であったり、そこに向けた復旧の状況、また、市民の皆様からお預かりいたださせていただいている、税や、またクラウドファンディングでお寄せいただいた寄付金をもってどのような事業を本市が進めているのかも知っていただく機会になればいいなというふうに思っております。また観光客、の皆様方におかれましては、北陸ディスティネーションキャンペーン中であります。高岡にはこのように全国の中にもなかなかない尖ったイベントがあることも知っていただき、また高岡のファンになっていただく、そんな機会になることを願っておるところであります。また10月の19、20日には次の手という若者の皆さんが有志となって取り組んでおられるイベントも開催されます。昨年同様、開催場所は高岡駅前の中央駐車場であります。今回は大変多くの出展も予定されているというふうにお伺いしておりますが、一箇所で本当一日では回りきることのできない多数の工場をですね、ここに集合させて回ることができるというのは、これ日本でも珍しい取り組みだと思っております。ぜひともですね、この伝統産業、また高岡が誇るこのものづくりの力を体感していただく、そのような素晴らしいイベントになることを秘書としても願っておるところで、次に10月の27日には TGR ラリーが開催されます。こちらに関しましては市役所の1階玄関出たところにはすでにラリーカーも展示させていただいておるわけですけども、今年は頑張ろう高岡震災復興ラリーと題していただきまして、伏木地区の方々をはじめ高岡に元気を取り戻してもらうことをコンセプトの一つにされていると伺いをしております。全国各地からたくさんのこのラリーを愛する方々、またラリーファンの方々もお越しになられます。おもてなしの精神を持ってお迎えをしたいと思っております。以上、冒頭は私からは以上でございまして、この後は発表項目に沿ってご報告をさせていただきたいと思います。まずは令和7年度予算編成についてであります。昨日、令和4年7年度の予算編成方針を各部局長に通知をいたしました。
皆様方にもご報告をさせていただきます。基本的な考え方につきましては、長期的なビジョンとして掲げております持続可能な未来都市高岡の実現に向け、市民の皆様と共に挑戦を広げ加速をさせてまいりました。市民のさまざまな挑戦から生まれました人、物、ことの循環は歯車が噛み合い始めたことでより大きな輪となりつつあります。活力ある地域社会、また活力ある地域経済の創出のためにはこの循環を持続し、市民が心を合わせ挑戦し続けることが重要であると考えております。令和7年度は引き続き、さまざまな循環を創出するとともに、高岡が抱える社会課題等の解決を目指し、市民の皆様と共に取り組み、未来に向けて高岡を前へ進めてまいりたいと考えております。また令和6年能登半島地震によって住家や公共インフラをはじめ従来の日常生活の当たり前を支えてきた土台が大きく揺るがされました。今私たちは市民の皆様と共に一歩踏み出し、単に元の当たり前に戻るのではなく、未来に必要とされる新しい当たり前を作り出し、そして守り変えていくことが重要だと考えております。市民の皆様の理解と協力を得ながら、一日も早い復旧復興を推し進めるとともに、インフラの強靭化、地域の防災力の強化など強い高岡の構築を目指し取り組みを進めます。少子高齢化の時代においても、町の未来を担い地域の宝である子どもたちを真ん中に位置づける子ども真ん中社会の実現に向けまして、今年度高岡市子ども計画、こちらは仮称でありますが現在策定中であります。子どもを産み育てやすい環境を整えることは未来への重要な投資でもあります。子どもがふるさと高岡に愛着を持ち、自分の未来に夢や希望を持って成長できる社会の実現に向けて、子ども施策をさらに推進してまいります。2050年のカーボンニュートラル達成を目指し、市民事業者行政が共同して脱炭素社会への取り組みを進めてまいります。また脱炭素先行地域としまして、持続可能な社会や経済の循環を加速させるため、街中で脱炭素化事業や企業とともに資源リサイクル等の関連産業の推進事業に取り組みます。その先にはカーボンニュートラルによる地域も暮らしも豊かになる社会があると私は信じておりますし、そこを目指して進んでまいりたいと思います。これらを推進するためには、震災からの復旧復興を進めながらも将来にわたって健全な財政運営を持続するとともに、課題を先送りすることなく今を生きる自分たちから始めるという意識と、市民と共に心を合わせて助け合う精神のもと、20年、30年先の未来を見据えて決意と覚悟を持って雄を邁進していく、これを予算編成とさせていただきました。裏見ていただきまして、予算編成のポイントであります。冒頭の方に書いてあるのは前段の予算編成を要約した部分だというふうに思っていただければと思っております。特に、一番最後の講談でありますが、次の世代にしっかりとバトンを渡すために、市民の挑戦を生み、それを循環をさせてまいりました。一方で我々内部では交際費の負担の軽減、また事務事業の見直しなど、普段の行財政改革の取り組みを推進してまいりました。こちらを継続するとともに、事業の費用対効果を高められるよう、徹底的に知恵を絞ってまいります。また新たな財源の確保の策なども、あらゆる手段を講じていく所存であります。これらを実践していくために、持続可能な財政運営を意識した予算編成の実施、また予算要求特別枠を設定させていただきます。今回新たに強い高岡構築枠を設けることといたしました。こちらは復旧復興推進枠というふうに思っていただければと思います。これはインフラだけではなく、いつ来るかわからない災害への備え、また市民の皆さんの防災災害への意識の変容等々に取り組む、そういった事業を募集してまいりたいと考えております。また従来からも特別枠と設定してまいりました高岡を前へ進める事業枠を、これまで挑戦、そして循環というものを市長就任以降進めてまいりましたが、これらの土壌が整ってきた中に、それら挑戦であったり、循環に対して勇気を持って進む、有心するという部分を、今回提案を募ってまいりたいと考えております。一歩を踏み出すことには勇気や決断、決意が必要だと思っております。そしてその市民の皆さんの決意に対しまして、市役所はしっかりと背中を押していく、そういった事業を作ってまいりたいと考えております。
なお、高岡を前で進める事業枠に関しましては、昨年同様、事業目標や周期の明確化、事業改善見直しによる効果等を前提としております。予算編成の今後の日程でありますが、本日皆様方に発表させていただき、11月上旬には予算要求書の提出、そして1月からは視聴査定に入ってまいり、2月の中旬には皆様方に予算案の発表をさせていただく予定であります。ご理解よろしくお願いいたします。それでは2点目、高岡市にぎわい集積開業等支援事業の拡充につきましてご報告をさせていただきます。集客効果が見込まれる大規模店舗を本市重点支援区域内へ誘導することで、周辺の商店街を含む地域経済の活性化を図るため、この度高岡市にぎわい集積開業等支援事業の支援メニューを拡充させていただきます。なお、こちらは震災復興復旧また被災地支援という観点も入っておりますので、令和6年能登半島地震の被災事業者に対する開業等支援事業の拡充につきましては、復旧復興ロードマップに基づきまして令和8年度末までとしております。対象者は対象区域内で新たに出店されます方の出店面積が250平米以上、また常勤従業員数がこの後下に書いてありますが下記の基準以上の事業者の方であります。対象区域は高岡市にぎわい集積開業等支援事業で定めます重点支援区域になります。対象業種は小売業また飲食サービス業の方々です。拡充内容でございます。まず出店者、いわゆる棚子の方に対する支援に関しましては2点。1点目は改装費の補助の上限額を補助上限を1000万円までかさ上げするものであります。なお能登半島地震における被災事業者の開業を後押しするため、被災事業者の場合は補助率を通常より上乗せをさせていただくものであります。今回が拡充の方を見ていただきますと、これまでと比較していただくと補助率を通常の場合は2分の1、上限額は1000万円、被災事業者の方々の場合は補助率を3分の2、こちらも上限額は1000万としております。棚子の方に対する支援の2点目であります。賃借料の補助制度の新設です。こちらは従業員の方々の数に応じまして賃借料等のですね、補助をさせていただきます。補助率は2分の1、補助上限は月50万円、2年間で最大1000万円までの補助とさせていただいております。次に建物所有者、いわゆる大家さんに対する支援であります。棚子丸一の対象となる店舗を受け入れる際の改修に対しまして、現行の上限額100万円をかさ上げし、改装費補助の拡充内容と同様の上限額を適用させていただくこととしております。それでは3点目、クラウドファンディング高岡事業の令和6年度第2回認定プロジェクトの決定についてであります。高岡市では市内で実施される町を元気にする魅力的な挑戦が実を結ぶように資金調達とクラウドファンディング高岡事業を通じて支援をさせていただいております。この度認定させていただきましたプロジェクトをご紹介させていただきます。実行される方は株式会社ホップの代表取締役社長川辺誠さんであります。寄付目標額は100万円、事業内容は子どもたちの運動不足の解消を図るため、民間学童保育施設内に子どもたちが自発的に運動に親しめるよう、ボルタリングウォール、要はボルタリングするための壁でありますね、を整備するとのことであります。なお、ホップスポーツスタジオという民間学童施設であります。今年の4月から開設をいただきました。現在は23名の方が通っておられると、登録者で23名おられるとのことであります。スケジュールといたしましては10月の下旬より寄付の募集を開始させていただきます。また11月から3月にかけましてこちらのプロジェクトを実施する予定とのことであります。なお12月まで引き続きプロジェクトを募集しております。一般型は12月の13日まで、また地域コミュニティ復興型は12月の27日までとなっております。市民の皆様方の挑戦をお待ちしております。2ページ目にはホップスポーツスタジオさんの写真の方を掲載させていただいております。
4点目です。高岡古城公園景観再生プロジェクト2024についてご報告をさせていただきます。皆様のお手元にもチラシ等も配布させていただいておると思います。昨年に続きガバメントクラウドファンディング等を活用しました高岡古城公園景観再生プロジェクトに挑戦してまいります。昨年度の本プロジェクトにおける寄付金によりまして、本丸戸橋から博物館までの樹木等を伐採させていただきまして、遠路から本丸戸橋の石垣、また三の丸に向かっての内堀がですね、美しく望めるようになりました。これは市民の皆様方のこの五条公園に対する思いの表れだと思っております。今年度はですね、その向かい側であります、部分の樹木の伐採等を行うこととしております。一人でも多くの方々、また一つでも多くの企業の皆様にご賛同をいただきまして、この古城公園景観再生プロジェクトがより早く、行政が持っている計画よりも早く進めていけるように寄付の方をお願いをしてまいりたいと考えております。寄付の募集方法は、個人の方はガバメントクラウドファンディングとさせていただき、市内の方は、御朱印型のですね、御城印型のお礼状を申請させていただきたいと思っております。また市外の方に関しましては、寄付額に応じてふるさと納税の返礼品を申請させていただきます。募集期間は、10月の4日明日から、令和7年1月の6日までとしております。法人の方々向けには、本社が市内に、あられますお方に関しましては一般寄付となります。法人関係税等の軽減効果が見込まれます。また本社が市外の方々に関しましては企業版のふるさと納税をご利用いただければと思っております。こちらに関しましては寄付額の最大9割が軽減されるということで、企業の皆様方にもメリットを感じていただきながら、高岡をご支援いただきますようまたお願いをしてまいりたいと考えております。高額寄付者の方々には基準にのっとりまして市長感謝状等を贈呈させていただきますほか、希望者には伐採した樹木、こちらもですね、しっかりと循環させていくという思いのもと、丸太またウッドチップを申請させていただくこととしております。現地に行っていただきますと、今年実施した箇所のところに公園内に PR の看板を設置させていただきまして、そこで QR コードを読み取っていただければ寄付ができるようなシステムを作らせていただいております。まさに今回この高岡万葉祭のメイン会場となりますことから、来場された方々にもこういった取り組みを知っていただくために、今回新たに看板の方を設置させていただきました。たくさんの方々に知っていただけるよう、今後も周知に取り組んでまいりたいと考えております。私からの最後の項目となります。高岡アプリの商品に対する応募対象年齢を18歳以上まで拡大するものであります。本市のオリジナルアプリ高岡アプリ、こちらを通じまして、高齢者はもとより若い世代の方々にも幅広く健康づくりに取り組んでいただこうと、この度拡大するものであります。特に生活習慣病等の発症予防、またご高齢の方々には介護予防等につなげていただき、また楽しんでやっていただきたく、この今現在事業に取り組んでいるわけですが、私をはじめとしたいわゆる生産世代の皆さん方はなかなか運動不足にお困りだということもよく聞いております。そういった方々にもですね、ぜひこの高岡アプリを楽しんで使っていただきたいという思いを持っております。10月の1日から始まっております第2弾の方に18歳以上の方々にもご参画いただけることとさせていただきました。応募方法等はこれまでと同じであります。若い世代の皆さん方にもですね、取り組んでいただきたいと思いますし、当然これによってですね、ご高齢の方々と若い世代の方々が歩ける距離であったり歩ける時間であったりに差が出てくるということも意識をさせていただきまして、いわゆるシニア世代の皆さん方にはさまざまな市事業等に参画いただいた際に QR コード等でポイントをもらっていただけるような仕組みも同時に進めてまいりたいと考えております。下記の方には第2弾から新たに追加した商品ということで、特にこの企業協賛というものが新たに入ってまいりました。大塚製薬様、また富山生活協同組合様から商品提供をいただけるようになったということは大変ありがたく感じているところであります。
これからも企業の皆さんの PR にも使っていただける、そんな仕組みを作っていきたいと思いますので、一人でも多くの方にアプリのダウンロード、また一社でも多くのご協賛をいただけるように発信を努めていきたいと考えております。私からは以上であります。皆様方からのご質問をお受けしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。質問ございましたらお願いいたします。よろしくお願いします。日本新聞の長島です。よろしくお願いします。新年度の予算編成についてなんですけれども、はい、これまでさまざまな財政指標が改善しているという中で、さらに今後大型の、事業も控える中で、これまでずっと続けてこられた私債 の発行抑制というのは、なんか議会等でもとも通じて、なんていうか弾力的な運用というのを、議会の方から求める声もあり、市長の答弁でも、そういったような答弁あったかと思うんですけれども、その予算の規模について、これまで例えば前年度よりマイナス4人かけるとか、そういったこともこれまでの経緯としてあったと思うんですけれども、新年度については昨年同様の規模というふうに考えてもよろしいですかね。はい、ありがとうございます。まずシーリングに関しましては実施いたしません。これは何も今年からではなくて、昨年も同様シーリングというものは実施しない方針でおります。やはりですね、どうしてもこの、何パーセント下げなさいっていうシーリングをかけると、減らすことが目的の予算になってしまうということを就任最初の1年目に大きく感じておりました。そこで各部局から積極的な事業展開、事業提案をですね、受けるためにはどうすればいいかというところで、まずはシーリングというものをやめることにさせていただきました。でもちろんですね、これまで財政健全化緊急プログラム、また行財政改革等を通じて、徹底的な無駄の排除というものをやってきておりますので、市長査定の中においても何を改善したのか、昨年の反省のもと何を改善したのかというようなこともですね、しっかりと聞かせていただくような市長査定をしております。そういった中で各部局の方で努力をされて、無駄の削減というものはしっかりと取り組まれているものに関しては、私としてはその部局から出てきたものに関して積極的にですね、予算を措置していくというような形で、なんていうか、この一つの事業を削ってどうこうではなくて、全体を見ながら、バランスを見ながら、例えば、今日は通貸部長がありますけど、未来政策部の中でどのような工夫があったのかというようなことを全体で把握した上で各施策を見ていく、こういう流れにしておりますので、そういう意味ではしっかりとした予算を各部局から上がってくるだろうというふうに思っています。で、予算規模でありますが、当然昨年同様と言ってしまえばそれで終わるんですけど、震災があります。ここからの復旧復興ということを考えると、私自身は昨年並みでは済まないんじゃないかなというふうにまず意識しております。当然これは面的な整備であったり、どういう形で地域住民との合意のもとで、作り上げていかなければいけない部分なので、今正直どれぐらい増えるということはなかなか言えないんですが、私としては一日も早い復旧復興を目指しておりますので、当然市民の皆さんがより早く復旧復興を進めたいという思い、また強い高岡を作りたいという思いがですね、それこそ3月の議決のそのタイミングまでに固まってこれば、私はしっかりと予算を計上していきたいと思っておりますので、昨年並みの予算プラス震災ということは当然増えていくだろうというふうに思います。最後に地裁に関しましてでありますが、議員の方からですね、おそらくあれは単年に向けての話だと思うんです。乗り越える壁、私たちは10年先のことを考えながら、この地裁の在り方というものを考えております。当然ピークがあれば抑えなければいけないタイミングも当然出てきますし、今回の震災というものもありまして、ピークがどちらかというと前に来ているイメージであります。なので、来年度以降は大変、財源的には厳しい状況になると思いますが、当然長い目線で見たときに抑えるものは抑えつつ、調整を図りながらうまくバランスをとって、毎年毎年確実に着実に高岡が前に進んでいるというふうに市民の皆さんに思ってもらえるような、この全体のバランスをうまくしっかりと私の方で管理していくことっていうのが一番大きい役割だと思っておりますし、今年ドンと増えたからといって、そのうちの直接的な財源に影響がないように財政課とも知恵を絞りながら今進めているのが現状であります。受け止めとしては、その再発行の抑制という努力は続けていくけれども、臨機応変に対応しつつ、ごめんなさい、その
全体的な長期的な財政を見通しつつ臨機応変に対応していくというようなそういう、ね、そうですね、あの一時増えたからといって、はい、これがずっと続くわけではなくて抑えるべきところは抑えて、あるいは全体のバランスの中で、それこそ昔に戻るようなことがないように、そこはしっかりとやっていきたいなと思います。なのであの積極的な投資をやりつつもその投資先を絞りながらやっていくっていうことはまんべんなくやるっていうのはなかなか難しいので、例えば今であれば消防の庁舎であったり学校というものは、うん、まさに大きな大きな投資だと思っています。まあ、こういったところを見据えながらできることを着実に進めていくっていうようなことを意識しながら全体を見ているような状況です。わかりました。そのことはいかがでしょうか。はい、お願いします。富山新聞の中です。はい、ちょっと去年デッドラインなので、はい、すみません、ちょっと基本的なことからなんですが、循環というキーワードが去年出ておりました。はい、で今年はその循環をさらに進めるということで、ここに書いてあります。来年ですよね。来年、はい、来年です。はい、で、まあ、あの裏を見ると基本的な考え方として、その復旧復興を最優先とし強い高岡を作るということが書いているので、直近的にはまずここで、まあ、それを当然進めながら循環というのの創出というものをさらに新年度に向けて進めていくという、そういう整理でよろしいかどうかの確認をさせてください。はい、その復旧復興を単に元に戻すというふうに私は思っていなくて、やはり先日発表させていただいた中間報告、液状化の中間報告等を見ていただいたら、やはり再液状化の可能性があるという報告でありました。ということはですね、元に戻してもまた同じ地震が起きれば当然液状化してしまいます。なのでこの当たり前ということを単に元に戻すという言葉ではなく、やっぱり新しい当たり前を作っていきたいという思いが今あります。で復旧復興を遂げていく上で、私はやはりいわゆるトンカチ工事だけじゃダメだと思っていて、市民の皆さんにも備えであったり、ご自身の大切な住宅への決断であったり、さまざまなことをしていただかなければいけないですし、我々が行おうとしている復旧復興も1年であったり短い期間でなかなか終われないという現状もあります。そういった時もですね、強い心を持って必ず遂げるんだということを役所だけじゃなくて市民全体で思っていただけるような取り組み、これをやっぱり強く進めていく必要があると思っています。なので震災の復旧復興、これが一丁目一番地ですっていうのは当たり前のことだと思うんですけども、単に工事のための予算ではなくて、やはりこの防災であったり、減災であったり、そういった次いつ来るかわからない災害への備えについても強く進めていく必要があると思っています。で一方で災害等でやっぱり今能登半島の方を見ていても大量のゴミが出ているのが実際であります。でこういったゴミ、いわゆる例えば家電であったり、そういったものの中には大切な資源も入っています。で我々が進めようとしているサーキュラーエコノミーというのはまさに資源循環であります。まあ、こういったところをしっかりと進めていくことは、日本における災害における高岡市が果たすべき役割というものが大きく私はあると思っておりますので、このサーキュラーエコノミー、資源循環の取り組みということを私たちが同時で進めていくことは、これはいわゆる災害に備えることにもつながっていくと思っています。ある意味震災で市民の目が覚めた部分があると思っています。こういったところをしっかりと推し進めていくこと、そして日本全体を見渡したときに高岡が果たすべき役割、こういったところを進めていく令和7年になるかなというふうに感じております。そうすると、まあ、震災の復旧復興は当然なんだけど、今おっしゃられたようにそこから当然その循環というものを意識をして、まあ、強い高岡を作っていく、前に元に単純に戻すのではなくて、さらに強い高岡をいろんな各方面から作っていくという、はい、そういう認識でよろしいでしょうか。はい、なので市民が災害に対して強いという高岡もあれば、要は災害が起きた時に高岡を頼れば、高岡に何かをお願いすればできるっていう、例えばこの資源の循環なんてまさにそうだと思っていて、もうゴミで廃棄されてしまっていたものが高岡に持ってくれれば、これは資源として循環できるんですっていうのは、これかなりの強みだと思っていて、まあ、そういう意味では我々が推し進めなければいけないことは日本にとって必要なことだと思っているので、令和7年はまさにそれらをしっかりと決断をして勇気を振り絞って覚悟を持って前へ前へと進んでいく、そんな1年になると思っています。それに関連してなんですけども、予算要求特別枠の設定として強い高岡の構築枠というのは示されておるんですけども、はい、
これの例えばその枠のいくらとかっていうそういうその予算規模みたいな目安っていうものは今考えてこれはですね毎年なんですけど出してません。でそれは何かというとやっぱりあの各部局が1つ出せばいいやろ2つ出せばいいやろっていう基準になってしまう可能性があるので全事業を今一度見直しながらそれがどう例えばですけども、強い高岡なのか子ども真ん中なのか自分たちが何を目的に何を目指してやっているのかということを改めて市職員の皆さんには考えていただく機会にしたいという思いから基本的にはどれぐらいの規模ということは最初には設けておりません。当然財政課の方ではいや市長そんなん困りますよってなるかもしれませんがやっぱりあの積極的なあの事業提案を求める上ではなるべく枠は設定すべきじゃないだろうなと思っているのでそこはあの市皆さんの積極的な提案のために今年度も設定することにはしております。ありがとうございます。その他の方はいかがでしょうか。読売新聞の原中です。はい、お願いします。先ほどあの出た質問に関連して、まずお尋ねしたいんですけども、はい、あのその災害のゴミの資源循環みたいな話っていうのはもうすでに今この段階でもそういう取り組みってなってたかもしれないでやっていらっしゃるんでしょうか。はい、ありがとうございます。あの現状は能登半島自身における一般ごみの受け入れということはあの高岡市ではなくてうちはあの広域なので広域の方でやっていることはあります。またそれはあの広域の方にお聞きいただければ分かると思いますがあの今私があのお話ししたのはあくまでも予算編成方針の中で日頃からこの災害のニュース等を見るとですねあの例えば軽トラックにたくさんの家電を積んで水没してしまったものを持ってこられる様子を見ていたときにあれをもう一度大切な資源またいわゆるリサイクルをして新しい製品化ができれば日本で出るゴミっていうのは大きく減るだろうということを日頃から思っておりました。まあ、こういったところにうちが環境省から先行地域として選定を受けてまさにサーキュラーエコノミー資源循環というものを特別に認めていただいたのが我々だと思っておりますのでこの災害が相次いでいる日本において私たちのこのサーキュラーエコノミーまた資源循環を確立させることは大きな意味があるというふうに確信をしたというような意味でご説明をさせていただきました。なのでこれから進めてまいりたいと思います。あと運転震災関連で、はい、液状化対策の中間報告の話市長の方も触れられておりましたけれどもあの今年度中に、まあ、候補の選定にこれから移っていくということになるかと思いますが改めてその方法の選定、まあ、2つあの時間を示されていると思いますけれどもこうどうい こう考え方で方法の選定っていうのを進めていくのかという思いがあれば、はい、ありがとうございます。面的な整備を進めていく上でやはり大事なのは住民の皆さんとの合意だと思っています。で今想定している、まあ、個別の計画を作らせていただいている3地区に関しましてはやはり全然状況が違うなというのが中間報告で、思ったところであります。例えば緩い砂の層がどこにあるのか地下水がどこに走っているのかまたその場所の標高であったりというものを意識すると今、まあ、効果が見られるであろう候補2つまで絞らせていただいたわけですけども、2つがどちらにもはまるというふうにも思っていませんしその地区であればこの方法が適しているんじゃないかというようなところもですね、しっかりと住民の皆さんと協議をさせていただきながら最終的にはこの方法ですというのを一つの方法というときには必ず地区がついてくるんじゃないかなと思います。要は海に近い部分であれば海水の影響であったり地下水の影響というものが本当に地下水低下工法というのがはまるのかどうかというようなところを見出していくと年度末に迎えるものがこの地区ではこういう工法がっていうよう なんか地区プラス工法になるんじゃないかなと私は思っているんですけれども技術政策官どうでしょうか。はい、技術政策官杉本でございます。地区それぞれの特徴というのがこの中間報告までで一定程度見えてきたという状況です。今市長が言われた通りそれぞれ3地区が全く同じやり方になるとは限らない、まあ、今のところ想像するにそれぞれに合ったものを選んだことになるんじゃないかと思っています。でそのためにこのこれからの下半期の中で追加的なボーリング調査などこうしたものを各地区でやっていってそれらを分析して取りまとめしていきたいと思っています。ありがとうございます。です、すいません私が全部答えることです。すいません、あ、でもすいません、はい、一つ、先般、
場内閣が発足をして、先輩市長にあたる立花代議士が、官房副長官にも就任をされました。この石破内閣に何か期待することであったりだとかっていうところがあればお願いします。はい、まずは高岡が選挙区であります立花代議士がこの度内閣官房副長官に任命されたこと、本当に嬉しく思っておりますし、心からご就任をお祝いしたいと思っています。で、石破総理がですね、これまで代議士として各地方を回られ、地方の現状等々をご自身の目で見てこられた総理だと思っております。で、高岡に関しましてもお越しいただいた機会もございますし、また私の方からもですね、高岡の課題等をですね、しっかりと解決していきたいという思いも伝えさせていただいたこともあります。まあ、そういった中で、この度のご就任という流れになってきておりますので、私としてはですね、今度お会いする機会があれば必ずお伝えしたいと思いますし、すでに立花代議士、まだ立花内閣官房副長官にもですね、お伝えしているんですが、高岡にはたくさんの社会課題があります。で、その社会課題をですね、なんとなくこう行政の内側だけで解決したりとかですね、解決策を模索したりするのではなくて、高岡にはこういった社会課題があると、これらを先進的に解決する場所になるんだということを立花官房副長官にもですね、お伝えをさせていただきまして、そういった都市を目指していきたいという思いをですね、我々の方から発信して、県や国からご支援をいただく、いわゆるボトムアップ型の課題解決策をご提案もさせていただいております。一律の支援ではなく、地方の実情に応じたそれぞれの悩み、課題、それぞれ違うと思うので、そういったことをですね、解決できるような地方自治体が増えていくことで、地方創生というものが私はできるんじゃないかというふうに日頃より考えていますので、そういったことが実現できる内閣総理大臣であっていただけるよう、私からもお願いをしたいと思いますし、必ずそういった内閣総理大臣になっていただけるものだとも思っております。以上です。今の話の続きなんですけど、立花先生は就任されたのはいいことなんですけど、逆に地元にはほとんど戻ってこれないんじゃないかと思うんですけど、その辺のなんか気持ちとしてあれなことはない。はい、まあ、日頃から電話、いわゆるメッセージ等々で、やり取りをさせていただいておりますので、連絡が取れない関係ではないというふうにまず思ってます。一方で、それこそこれまでも足しげくですね、大変お忙しい中、高岡の方にもですね、帰ってきていただいていた大使が、まあ、公務の都合でなかなかお戻りになられない可能性があるというのは私も感じております。まあ、そういった時にもですね、ご心配をおかけしない高岡で、なければいけないと思っておりますし、就任される際にはですね、高岡のことをよろしくお願いします、これからも高岡のことをしっかりと支えてまいりますというようにお言葉もいただいておりますので、不在の時もですね、連絡取れる体制があるということ、またしっかりと代議士の思いも理解して、さまざまな施策を進めていきたいなというふうに思っております。すみません、液状化の話なんですけども、はい、すみません、面的に整備するには、その今度広報示すってことですけど、それやっぱりやるには相当時間かかるっていうことで、この間 の中間報告の中にも、急ぐ人は自分で先にするのも補助しますっていう話になってましたけど、逆にそれをやるとですね、こう二重にお金がかかるっていうところがあると思うんですけども、どんなところですか？要するに自分で先やりました、はい、でも今度またメンテナンスにやるときもまたそれにお付き合いしていくらかの時間がかかると、なんかその辺はこうなんかうまく整合性、まずその液状化の防止策をされた住宅が出てくるわけですよね、先に。でそうなると、そこは液状化に強い工法が入っているというふうに我々としては判断ができるので、その何もそこに地中空がいるかどうかの判断の一つの材料となって、いわゆる民地に対して、我々民地に対して工法を打つ時の負担があるかもしれないということを申し上げているのであって、液状化に強い土地になっている場所に杭は別に必要なくなると思いますので、二重負担等が起きないように調整をしていくべきだと私は思っていますが、技術政策官どうでしょうか？はい、杉本でございます。
今ほども二重になるのではないかというご心配はその通りかなとは思うところあります。ただこれ何度か申し上げる機会があるときに言っておりますけれども、面的に取り組むというのはその地域に張り巡らされている、道路や上下水道といったインフラをまず固める、これを固めることによってそれに囲まれたような地域が副次的に液状化の防止の効果が高まる、こういった趣旨の事業でございます。一方でその個人の宅地そのもの、家が建っている真下、こうしたところの取り組みというのはこの面的事業が入っても入らなくてもそれぞれご自身の中でどこまで防災力を高めておくのかというのをご判断いただきながら取り組んでいただく部分になっています。2つの事業が個人でやられる分、それから公共サイトでやる面的なものと2つの事業が入るとより防災力が高まるというものでありまして、面的事業のありなしにかかわらず個人の宅地についてはそれぞれどうご判断されるかというようなところで、そこのご判断に対して高岡市としては目いっぱい支援をしてまいりたい、それが宅地の支援事業でございます。面的の負担分については可能性がある、これまでの事例でそういった地域があるということが事実関係としてある段階でございますけれども、高岡市においてその負担のあり方というのはまさにこれからどのような候補に決定するかによるというところでございます。なんかこの場で質問するのは変ですけど、多分ポイントは実際に二重投資になった方がこの日本におられるかどうかだと思っていて、例えば熊本であったり面的な整備をされているところで今うちがやっている766のいわゆる住宅修繕と合わせてやっている、まあ、いわゆるそれが二重投資になってくると思うんです、まあ、そういったところが実際にあってどのように住民負担があったのか、またなかったのであればどのように軽減されたのか、これも我々としては調査する必要があると思っていますので、なるべく被災者の方の負担がないような広報を探っていきたいと思いますし、面的な整備にご協力いただけるそういった地域が出てきた際にもしっかりとした説明をしていきたいと思っております。なので僕らもまだですね、その面的な整備のこれでこれだけの負担があるということを具体的に言えるわけではないので、あくまでも全国の事例を今調べながらいかにして負担を少なくしていくか、こういったところの勉強もしっかりとさせていただきたいと思います。面的整備をしたから必ずしも効果があるとは限りませんみたいなことがちらっと書いてあったんですけど、 そしたらそれ待ってたのにそれやっても無駄だったんだったら自分で先上げればよかったみたいな話にならないのか、はい、なのでこれは何をやったって液状化が絶対にないということがなかなか言えないということはやはりしっかりと伝えておくべきだと思っています。なのでこれがあればこれをやれば絶対に大丈夫ということはないのも、これは私たちも大変歯がゆい部分ではありますが事実でありますので、皆さんにはまずは大切な住宅に向き合っていただきたいということをこれまでも何度も何度も申し上げてきた通りであって、 100% の保証というのはなかなかできないのも現実であり、こちらに関してもちゃんとご理解をいただかなければいけないという思いで中間報告にも載っているものだと私は思っています。その他いかがでしょうか。どうぞ。はい、富山テレビです。すみません、市長、先週日曜日、町の高岡駅前の方で 3×3 の、バスケイベントにご参加されたと思うんですけども、まあ、その時もちょっとすみません、ご感想を伺えなかったので、この場でお伺いしたいのと、あとはこの今回その、中心市街地の活性化対策として、2割集積開業と支援事業の拡充ということをおっしゃられるんですけども、まあ、こういったその、主催されたイベントを主催された方にもお話を伺ったんですけども、まあ、こういったバスケのイベントを通して、まあ、中心市街地の活性化を目指したいというふうにおっしゃっておられました。そのあたり、その市長の考えとして、スポーツを通した中心市街地の活性化の策、どのように考えていらっしゃるか、お伺いできますでしょうか。はい、ありがとうございます。日曜日の日に参加をさせていただいて、大変貴重な機会をまず持たせていただいたなと思っております。町の中にバスケットリングがあり、そこに、人が集まってきている姿を見ました。はい、一方で大変有名なYouTuberの方がおられたということで、まあ、全てがバスケがしたくて来られているわけではないと思っています。で、私やっぱり大事にしたいなと思っているのは、大切な市民からお預かりした貴重な財源である税を使ってさまざまなことをやっていく上で、やっぱりたくさんの市民の人たちに届くものかどうかということを常日頃から意識をしております。
私もバスケットをしていたので、私は当然バスケット人口だと思うんですけども、バスケット全く興味ない人もおられれば、サッカーの方がいい、野球の方がいいという方も当然おられると思うんです。なので私たち行政の一つの立場としては、あまねく広くさまざまなスポーツができる環境をしっかりと整備しておくということは大変重要だと思っております。まあ、一方で今回のように民間の方々が主体となってやられたイベントというのは大変嬉しいと思いますし、これからも民間の皆さんがこういったことを街の中でやりたい、こういったことを設置したいんだとか、そんな声があればですね、私は積極的にお聞かせいただいて、行政としてできる支援もしていきたいというふうに思っております。で、スポーツのある街というのは元気な街だと思っています。まあ、一方で高齢化が進む中で、先ほど発表させていただいた高岡アプリ等をですね、活用して、高齢者の皆さんにもですね、体を動かして健康寿命を伸ばしていただく、まあ、こういった全世帯型で体を動かす機会というものをこれからも作っていきたいなというのが私の思いです。ありがとうございます。いかがでしょうか。すみません。北日本。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、今の田山テレビさんの質問とちょっと重なるんですけど。いいですよ。違う会社の事業の話しちゃいますか。バスケットではないですバスケット、まあ、うち事務所が高岡駅前にあるので、まあ、夜とか夜帰ったりするので、あそこの都市公園のところで夜な夜な若い人たちがスケートボードをよくやっとられる。の見る、まあ、最近ちょっと寒くなってきたからどうかなんですけど、よくまあ夏場とか聞いたんですが、まあ、オリンピックの効果もあって、まあ、そのスケートボードっていうものにちょっと関心のある世代もあるのかなと思って、まあ、高岡市として、まあ、今の話あるいはまあ幅広くスポーツのことを行政としてサポートしたいんだっていう話はありましたけど、なんかそのスケートボードをやりたいっていう若い人たちになんか対応するようなことを、まあ、市としてもなんかこの後考えるかなんかありますか。僕もですね、高校生ぐらいの時って第何期のスケボーブームだったんです、でそれこそスケートシューズ履いてましたし、スケボーも下手なりに持ってましたしやってたんですけど、やっぱりこれもさっき の 3x3 と同じで、やっぱり数少ない人口16万5000人のうちの何人なんだって言われると、まだまだ少ないという印象も受けています。ただ一方で、街の中でやっていて危険な部分があったりとかですね、クレームがあったりっていうようなこともあって、まあ、彼女らに、そういったスケートボードができる場所を提供していくことは街の魅力向上にもつながるというふうにも思っています。なので多角的な視点から、このアーバンスポーツ全体を考えていく必要があると思っておりますし、これまだ表には出てないですけど、内部の方ではさまざまな協議もしております。まあ、そういった意味ではしっかり叱るべきタイミングでいろんなことをお伝えできるとは思いますが、どのスポーツをとってしてもそこに関わられておられる方々の温度と、それを我々が整備する際には市民全体の理解と、まあ、こういったところをうまく融和していくことが重要だと思っております。そういう意味では中山楓奈選手がですね、オリンピックでも素晴らしい成績だったと思っております。そういった若い世代が憧れるスポーツ、また取り組みたいスポーツというものを幅広い世代の方々にご理解をいただくということはなかなか大変なところもあると思いますが、そういったところも諦めずですね、しっかりと呼びかけながら市民のご理解を得られるタイミングで、そういった失礼であったりイベントであったりということを開催していくというのも大事かと思います。で、特にそういった競技に関わられておられる方々にはぜひともですね、自分たちが例えば騒音だとか危険だって言われることあると思うんです。そういった際にですね、私たちはいかに町に貢献しているか、町の美化に貢献しているか、そういったところも市民の皆さんで見ておられると思うんです。とあるスケートボード愛好家の方がですね、自分がよくスケボーしている場所のゴミ掃除をしましたという連絡がありました。素晴らしい取り組みだと思っています。そういった心のある若い方がおられるということを市民の皆さんに知っていただくことも理解が深まる一つの方法だと思いますので、そういった競技に携われている方々ともさまざまな意見交換をさせていただきながら、皆さんの思いが叶うように、ね、進めていけたらいいなというふうに思っております。その若い人たちに直接聞いたわけじゃないんですけど、なんか やりたいのかなと、やるところがあればいいのかなというのでやっとられるのかなと思ったりしたもんで、まあ、ちょっと聞いてみました。すみません、ありがとうございます。他にいかがでしょうか。なければ加藤さん、なんか質問してみる。中学校の後輩し、何でもいいよ。
いいですか皆さん、時間でもせっかくなんで、はい、高岡の古城公園の地で、なんか伐採した時期のウッドチップって何ですか。あのウッドチップっていうのは、例えばバーベキューとかで燻製に使ったりして、こういぶすっていう、その例えばお肉であったりチーズであったりに、桜の木だったら桜のチップで匂いがついたりするんですとか、例えば暖炉の中に入れて燃やしてもらえれば、その桜の木の匂いがしてきたりするっていうので、あの結構そのアウトドアの人たちにすごく人気です。多分前回のやつは全部そうですね、意外に人気なんです。そういったことで出た樹木を木切るじゃんね。でこの木をそのまま燃やしてしまうよりは、もう一回何か違う使い道を持って、木がちゃんとその役目をいくつか果たした上で、最後新しい木がこう生えてくるっていうような大きい循環を作ろうとしています。それは多分加藤さんの世代の人たちに、きれいな環境で素晴らしい高岡を残すための取り組みだと思って私は進めているので、またお友達にも伝えていただければ嬉しいなと思います。